1842年頃のタヒチ・ポマレ王朝は、かつて、フランス領ポリネシアのタヒチ島に存在した、タヒチ王国の王朝である。タヒチの主長国を武力統一した、ポマレ一世の後を継いだ、ポマレ二世が創始した王朝で、1791年から、フランスの植民地となる1880年までの、約90年間、タヒチを統治した。 ヨーロッパ人が来訪する以前、タヒチではいくつかの主張国に分かれ、互いに領土をめぐり戦闘を繰り返す、戦国時代となっていた。島の北東部に位置するポリオヌー地区の主張であった、ポマレイッセイは彼の領土であった、またバイワンにやってきたヨーロッパ人との開港により、銃器などを入手したことから戦闘を有利に進めるようになり、1791年に、 タヒチの統一を果たした。ポマレ一世の後を継いだ息子のポマレ二世は1812年、ロンドン伝道教会から洗礼を受け、キリスト教へと転校する。この行動は、伝統的な宗教を信仰する他の主張らの反発を受け、再び戦争状態となったが、ポマレ二世はこれを退け、1815年にタヒチと全土を統一するに至った。 ポマレ2世はこれまでタブーとされていたものを食し、心臓を破壊し、マラエに代わる壮大な教会堂を建設するなど、西洋化を進めた。その後、ポマレ2世が創生したことにより、幼いポマレ3世が大いにつくこととなったが、これをきっかけとして、ロンドン伝道教会は政治にも影響を与えるようになる。しかし、ポマレ4世の時代の1838年、 フランスが武力を背景に、タヒチの併合を目論むようになると、1847年には、ポマレ4世が、フランスの保護国となる条約に署名し、タヒチは、フランス保護領となった。その後、1880年、ポマレ5世の時代にはタヒチは、正規のフランス植民地となり、ポマレ王朝は幕を閉じることとなった。ポマレ一世、ポマレ一世は若い頃は、党と名乗り、 結婚してからは、ティナーと名乗っていた。ジェームズ・クックは、ポマレ一世について、195センチメートルもある、美男子で、立派な体格の血色の良い男であったと記している。ポリオヌー地区の首長であった、ポマレ一世は、1774年にもオーレア島の、首長マヒネとの戦闘に敗れ、1777年に、クックに対し助力を求めている。 これに対しクックは、物資の援助を行い、ポマレ一世を助けた。しかし1783年、パレの戦いで敗れたポマレの領土は縮小し、パレのみを支配する状態にまで追い込まれていた。1789年、ウィリアム・ブライがタヒチにやってきたのをきっかけとして、数世は大きく変化することとなる。ポマレ一世は、ブライから銃器を入手すると同時に、 バウンティー号の反乱者たちに取り入ることに成功し、傭兵として戦闘に投入した。16人のヨーロッパ人とマスケット銃により、勢力図は大きく塗り替えられ、1791年、ポマレ一世はタヒチの武力統一に成功することとなり、これを契機としてポマレ一世を称するようになった。1797年3月7日、 ロンドン電動協会の電動船ダフ号がタヒチに到着すると、ポマレ一世はタヒチの王として宣教師たちと会合を持つ。ポマレ一世は武器の提供を条件として不況を認めたため、タヒチへキリスト教が入ってくることとなった。ポマレ二世1803年9月3日、ポマレ一世の死去により、同年、彼の息子ポマレ二世が即位することとなった。 性格は残忍で、敵対する地域の住民を皆殺しにすることもあったと、いう。こうしたことから1808年には、タヒチ島で暴動が発生し、ポマレ二世は、モーレア島へと逃亡を図った。ポマレ二世は、幾度となく、タヒチ島の支配権の奪還を試みたが失敗を繰り返し、次第に、それまでのタヒチの神への信仰が薄れていった。 イギリス人宣教師ヘンリー・ノットの影響もあって、キリスト教へと傾倒していった。ポマレ2世は1813年7月、モーレア島に、キリスト教の学校と教会を建設した。ポマレ2世は、キリスト教グループを形成して、勢力の回復に成功すると1815年、フェイピーの戦いにおいて、ライアテア島のタマトア4世とボラボラ島のタポア1世を、味方に、 つけ、多七党島を攻め、勝利を収めた。多七での権力を確立した、ポマレ二世は、同年、正式に、ポマレ王朝の樹立を宣言することとなる。国王となった、ポマレ二世は前島民の改修を目指して、タブーの改革に取り組んだ。敵などの心臓を破壊し、豚の丸焼きやエジ殺しといった伝統的習慣の禁止などが初めに取り組まれた。 ポマレ2世の墓1817年、イギリス人宣教師、ウィリアム・エリスが印刷機を持ち込むと、聖書のタヒチ語への翻訳が行われるようになり、島民の改修は大幅に前進した。翌年には、タヒチ伝道教会が設立され、ノットによる法典が発布される。1819年には、ポマレ2世も、洗礼を受け、 それまで土着していた愚かみ信仰は影を潜めていった。1807年頃からタヒチは太平洋における補給地としての地位を確立していき、経済的な発展を遂げるようになる。オーストラリアとの間で行われた豚肉の交易はタヒチに膨大な利益をもたらし、止まれ二世の権力基盤をより盤弱なものへとしていった。豚肉の輸出に変えて輸入されるものとしては、 布地、衣類、器具、工具、武器、弾薬、種類といったものがあった。1821年12月7日、ポマレ2世が死去すると1820年に生まれた、ポマレ3世がその後を継いだ。しかし、実際の政権を握ったのは、ポマレ2世の内縁の妻であり、ポマレ四世の母親であるテレモエモエであった。1826年、ポマレ三世は、 アメリカとの通商条約を締結し、公益を始めるようになる。1827年に、ポマレ3世が死去すると、彼の義士にあたる相又がポマレ4世として14歳で、即位した。ポマレ4世1836年、ポマレ4世が、フランス人宣教師2名を有害外国人として、国外追放するという事件が起こった。本国に戻った彼らが、 タヒチの対応について政府へ抗議を行うと、フランスは、フランス国親民になされた、ブレーの損害回復を求め、タヒチへの介入を始めることとなる。1838年8月29日、タヒチを訪れたフランス海軍少将、アベル・オーベール・デュプティ・トアールは、ポマレ4世に対し謝罪、スペイン金貨2000ピアノトルの支払い、 フランス国旗の下での21発の礼法を要求した。ポマレ4世はこれに同意し、1839年には、プロテスタントに与えられていた特権と同一のものが、カトリックにも与えられるようになる。ポマレ5世しかし、トゥアールの要求は、さらに過激化し、1842年に、フランス人に対する待遇改善と財政上の保障を求めた。 タヒチセッのパライタは、この要求に対して、独断で、フランス国王の保護を求める旨を回答してしまう。イギリス領事ブリットチャードは、こうしたフランスとタヒチのやり取りに抗議したが、聞き入れられず、翌1843年には、ルイ・フィリップから、保護条約についての批准書がタヒチに届いた。ポマレ4世は王宮を去って、抵抗を示し、 イギリスの支援を求めたがフランスは、女王不在のまま暫定的な政府機関を設立し、規制事実化を図った。しかし、他地域の植民地経営に暴殺されていたイギリスは、フランス保護国の設立に反対しない旨の表明を行い、イギリス領事プリットチャードは1844年3月3日、タヒチから追放されることとなった。この決定を良しとしない、反対派は、 同年3月21日、二人のフランス人兵士を殺害するに至り、いわゆるフランスタヒチ戦争が勃発することとなった。この戦争は小規模な戦いを含めて3年に及び、1846年12月18日、反乱首謀者の投降により、フランス側の勝利に終わる。ポマレオンは1847年2月に捕らえられ、 タヒチトーパペーテーと連行されることとなった。フランスは暫定政府機関を廃止、1847年8月5日にポマレ四世と正式な保護協定を締結し、ポマレ王朝はフランスの保護国となった。この条約は滅亡する1880年まで継続することとなる。1877年9月24日、ポマレ四世の死去に伴い、 息子のポマレゴセイが王位を継承する。しかし1866年に導入されたフランスの法律によりすでに王位は9月と化しており、即位から3年後の1880年6月29日、ポマレゴセイは20人のタヒチ人に長らと共にフランスの併合協定に署名し、タヒチをフランスに割上した。フランスはその見返りとして、 ポマレ5世に6万フランの年金と生害用の称号を与えている。以降、タヒチはフランス領となり約90年間続いたポマレ王朝の歴史は幕を閉じた。ポマレ王朝はポマレ2世の頃に確立した豚肉の交易により順調な経済発展を続けていた。1844年以降はフランス人入植者たちによる農業が発展を見せ、 1848年より、ヤシ油の輸出を開始している。フランス政府は、北米やオーストラリアに向けて、熱帯食物の輸出を確立させることを目論み、1850年以降は、オレンジが、タヒチの主要輸出品目となった。1860年以降は、ツアモク等の真珠や野菜、綿花などが輸出されるようになっている。農業の発展に伴い、 慢性的な労働資源不足に陥るようになった。タヒチは、中国人労働者を移入させるようになる。中国人たちは団結力よく、労働を行っていたが、やがて肉体労働から商業へと転向していき、タヒチの文化の中へ溶け込んでいった。ヨーロッパ人は、こうした、中国人たちの成功を非難し、中国人の侵略と下げみ、中国人労働者移入の反対運動を、 展開するなど、しばしば衝突が起こっている。タヒチの貨幣として、ポマレ4世の頃までは、スペインのピアストル銀貨が用いられていたが、1843年以降はフランが流通するようになり、これが主となっていった。ありがとうございます。